ではここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第1レースからご覧ください。枠内の体勢確かめてスタートしました。伸び上がるようなスタート。8番ドラゴステ後方から真ん中、6番プレストビーナス、5番グローリアスピリカ、黄色い帽子の2頭、5番のグローリアスピリカが先頭に立ちました。3番手4番手は3番エドノプレミアム、外を通って7番共栄チャリス。1コーナーカーブに入っていきます。2馬身切れて10番のミストラ、その後から4番カルミア、さらに後方固まって12番リグレイヨ、11番ショーショーコ、内に2番のアンデプランタン、さなく9番ブルートルマリン続きます。前は2コーナーカーブへ、前は5番のグローリアスピリカ、6番プレストビーナス、さらには7番共栄チャリス、この3頭一覧で向こう上面へ出ています。3馬身ほど切れて内に3番エドノプレミアム、外ぴったり並んで10番ミストラ、3馬身から4馬身差、前を追って12番リグレイヨ、その後も離れて外から追い上げ9番ブルートルマリン、内側に11番ショーショーコ、その後から4番カルミア、2番のアンデプランタン、さらに開いて8番ドラゴステ、1番のズーパー最後方です。馬群は縦流れ3コーナーをカーブしていきます。ここで単独の先頭6番のプレストビーナス、5番のグローリアスピリカはズルズルと下がっていきました。2番手には7番共栄チャリス、3番手10番のミストラ、その後も切れて3番エドノプレミアム、単独の4番手直線コースに入っています。先頭6番プレストビーナス、リードは3馬身4馬身広げている。2番手には内から10番のミストラ上がってきて、3番手に7番の共栄チャリス、この後から3番エドノプレミアム、外をついては11番の少将子、懸命に追ってきて3番手争いが接戦です。先頭6番プレストビーナス、ゴーリン。払い戻し金です。第1レースを勝ったのは6番のプレストビーナス、鞍上は山崎誠二騎手、ベストタイム1分33秒1でした。プレストビーナスはデビュー6戦目初勝利です。収まりました。スタートしました。押している3番ディアサンダー、この内から1番エイシンキーゼル、さらには7番雲頂の女神、外を通っては11番クレバージャッジ、4頭横に広がります。その後3馬身4馬身早くも離れて6番エイペクス、迫って8番サニングビスタ、12番ウルトラヨーコ、1コーナーカーブ、この後中段よりも後ろ2番のホワイトブレスに、4番キーエクスプロード、10番サンライステソロと続いていきます。前の集団後ろを離して2コーナーカーブ、先頭1番エイシンキーゼル、リードは1馬身くらい、7番の雲上の女神、それから11番クレバージャッジ、3番ディアサンダー、向こう上面へ出ていきます。3馬身4馬身依然離れて6番エイペクス、並んで8番サニングビスタ、やや追い上げます。2馬身差12番ウルトラヨーコ、その後から10番サンライステソロ、さらに後ろから2番ホワイトブレス、4番キーエクスプロード、後方は9番スマートミニオン、5番セイエン V1 並んでいます。馬群縦流れ3コーナーをカーブしていきます。先頭単独1番エイシンキーゼル、リード3馬身に広げています。追っていく11番クレバージャッジが2番手、残り 400m。 3番手4番手は3番ディアサンダー、外からスルスル12番ウルトラヨーコ上がってきて、一気に2番手の外、先頭に襲いかかって直線コースに入ります。一気にウルトラヨーコ先頭に変わりました。2番手以下は混戦となって、外目から3番ディアサンダー、内で踏ん張るクレバージャッジ、さらに間を割ってくるエイベックスに、外目からはスタニングビスタ、さらには10番のサンライステソド、4頭5頭広がっての2番手争いが混戦ですが、これを尻目にウルトラヨーコ快勝、ゴーリン。払い戻し金です。第2レースを勝ったのは12番のウルトラヨーコ、転入5戦目南関東初勝利です。鞍上の山崎誠二騎手は1レースに続き連勝です。レースタイム1分31秒2でした。入って準備完了です。スタートしました。前は7番ダイバキャッツアイ、さらに外から10番バナナムーン、2頭が出ていって3番手以下一段、2番リンノパルピート、1番トルトゥーが外を通って9番ローズオブ成功に、11番ミコタマ、先段固まって1コーナーに入ります。中段からは3番クリスタルローレル、外を通って8番ボンバーガール、この後に5番レイリアン、4番ロイクラトン、少し空いて6番ヤマシュンヒバナ最後方です。2コーナーを回っていきます。先頭7番ダイバキャッツアイ、リードは1馬身、10番バナナムーン、そして9番ローズオブセイコーが3番手、向こう正面へ出ていきます。1馬身半あって1番トルトゥーが接近する2番リンノパルピート、それから11番のミコタマ、固まって外からかわしていった8番ボンバーガール、先段に接近していきます。中段の圏内に3番クリスタルローレル、その後から4番ロイクラトン、2馬身3馬身あって5番レイリアン、6番ヤマジュンヒバナ最後方変わりません。3コーナーカーブに入っていきます。先頭7番ダイブキャッツアイ、
リードは4分の3馬身、2、3番手の2頭、外から9番ローズ・オブ・セイコーが前に迫っていく、10番バナナムーン、この内を通って1番トルトゥーが固まって、外からは8番ボンバーガール、直線コースに入ります。前の争いから9番ローズ・オブ・セイコー、今度は先頭です。さらに外をついた1番トルトゥーが足を伸ばしてくる、内踏ん張ってダイバキャッツアイに、外に持ち出してくる3番クリスタルローレル、前を追って、その後はやや切れて4番ノイクラトンを追っている。先頭は1番トルトゥーガに変わった。2番手争いでローズ・オブ・セイコーとクリスタルローレル、先頭トルトゥーガ合輪。払い戻し金です。第3レースを勝ったのは1番のトルトゥーガ、人気に応えました。鞍上は三輪堂信彦騎手、レースタイム1分32秒4でした。収まって準備完了、スタートしました。少し7番アークビス後ろから、前は6番マリアフィナーレ出ていこうとしています。内の方から4番野田ツヨーネ、3番 BB ファブル、さらに内2番のルフトバローン、2番のルフトバローンが二の足ついて先頭に立ちました。その後6番マリアフィナーレは後位の一角で、外目から11番のアミン、この内を通っては5番のマコトテラメーリタ、1コーナーに入っていきました。2馬身切れて8番クレールプリュネル、その後から9番アキコの夢を、前は2コーナーカーブです。先頭は2番のルフトバローン、リードは1馬身半、2馬身4番ロタツヨーネが2番手、3番手6番マリアフィナーレ、4番手以下は固まって、この中から11番アミンが前を追っていきます。向こう正面さなく3番 BB ファブル、5番のマコトテラメエリタ、1馬身され8番クレールプリュネルが中段で、その後も固まって12番のセコイア、それから9番アキコの夢を、1番エンリグロリア、中段後方3馬身から4馬身開きました。10番ドンキースタイル、7番アークウィーツ、最後方です。3コーナーカーブに入っていきます。先頭2番のルフトバローン、リードは1馬身半、2番手外に押し上げて6番のマリアフィナーレ、3番手に交代は4番ドダツヨーネ、接近する、外から11番のアミンに、それから前を追って5番のマコトテラメイリタ、その後一段で12番セコイア、後方から7番アークウィズ、直線コースに入ります。先頭2番のルフトバローン、リードは3馬身くらい、2番手以下は一段で6番マリアフィナーレに、外から10番のドンキースタイルが後方から一気に伸びてきて、前を捉えて先頭に変わった。2番手ルフトバローンに迫って3番 BB ファウル、これが2番手に上がって、さらに後方から1番エンリグドリア追い上げる。先頭はドンキースタイル、ゴーリン。払い戻し金です。第4レースを勝ったのは10番のドンキースタイル、鞍上の山崎誠二騎手は今日3勝目です。レースタイム1分38秒5でした。収まって準備完了、スタートしました。まず前は7番トゥンバドーダ、この内から3番ウダルハーモニー、さらには押して押して、外目から10番セイユンミレイヤに、12番ゼロから、ゼロからとセイユンミレイヤ、2頭前に出ました。3番手に変わった3番ウラルハーモニー、1コーナーカーブ、この後固まって7番トゥンバドーダ、8番ラソアドール、内を通って2番ジョーハリ、外目からは11番ワールドビスラー、さなく6番ユリアンナ、前は2コーナーカーブです。先頭は10番セイユンミレイヤ、リード1馬身、12番ゼロから2番手、3番手に3番ウラルハーモニー、向こう正面に出ていきます。後ろも固まって7番トゥンバドーダ、11番ワールドビスラー、外からやや押し上げて、さなく2番のジョーハリ、1馬身半差中段から9番ハッピークラッカー、外は8番ダソアドール、この後に6番ユリアンナ、1番ザ・ベストデイと続いていきます。3馬身差5番デイドリーミン、内から並ぶ4番ビスタストリカ、後方です。3コーナーカーブに間もなく入ります。先頭10番セイユンミレイヤ、リードは体半分、やや差を詰めた12番ゼロから2番手、1馬身半差3番ウラルハーモニー、外7番のトゥンバドーダ、3番手4番手、2馬身2馬身半と開き始めて、2番のジョーハリ、外を通って9番のハッピークラッカー、4コーナーカーブから直線、粘っているセイルンミレイヤ、外から追って12番ゼロから、この後から7番トゥンバドーダに、それから3番ウラルハーモニー、外をついては2番のジョーハリが差し足を伸ばしてくる。前は粘って10番セイルンミレイヤ並んでいる、12番ゼロから、ゼロからセイルンミレイヤ、2頭並んでいる、3番手争いも接戦、前2頭並んでゴール。払い戻し金です。第5レースを勝ったのは10番のセイユンミレイヤ、鞍上は岡田大騎手、レースタイム1分32秒4でした。スタートしました。まず内1番のミッシーコルサ、出口が入っています。これを追って4番ブルベアマイル、さらに外から10番のサムシングクール、これも積極的に前に、
先頭に立ったのは4番のブルベアマイルです。2番手外に切り替えた1番ミッシーコルザ、3番手10番サムシングクイル、ついていくのは13番ブルダッシュ、内を通って3番ダークオブザナイト、後位のインコースで1コーナーカーブに入っていきます。その後に14番のサンミンガムトン、後ろは一段で2番カントナ、8番ベニノエンゼル、7番つくばマリア、外を通って11番ジュンケンジー、2コーナーカーブに差し掛かりました。先頭は4番ブルベアマイル、リードは1馬身半、2番手に上がっていった10番サムシングクール、3番手に交代1番ミッシーコルサ、その後は2馬身差で4番手に上がる3番ダークオブサナイト、後ろは固まって14番サンビンガントン、13番ブルダッシュ、少し上がって外を通って11番ジュンケンジー、中段からは8番ベニノエンゼル、内並んで2番カントナ、外7番つくばマリア、外から12番のラーズグリーズが上がっていきました。中段よりも後ろ6番のアミフ十条、3コーナーカーブ、3馬身差9番南陽昌栄、離れて5番のエールプレシールが最後方、3、4コーナー中間、残り 400m を切ります。先頭4番ブルベアマイル、迫って3番ダークオブザナイト、並んでいってトライに出る、4コーナーカーブから直線、3番手外目からは14番サンビンガムトンが追ってきて、この後4番手に10番サムシングクール、先頭は3番ダークオブザナイト、リードは3馬身4馬身、追って14番サンビンガムトン、2番手に3番手は離れて4番ブルベアマイル、迫ってきたのは6番のアミフ十条です。先頭はダークオブザナイト、ゴーリン。払い戻し金です。第6レースを勝ったのは3番のダークオブザナイト、人気に応えました。鞍上は本田正史騎手、レースタイム1分36秒3でした。入りました。枠入り完了。スタートしました。他番のザイマカ遅れて後方から。8番アルマス、6番サンフルレッドも後ろからです。好ダッシュ、出ていったのは10番のリッツオン、追って13番ブリリアントウェイが2番手です。その後ろに4番ラムダ、14番白川勝子、1周目3コーナーカーブに入ります。11番 DS マグナム、さらには12番メイクミーハッピー、後位の圏内で、その後ろ9番のイサチルエース、外側に7番の大勢アーサー続いていきます。開いて3番ミトノラッキー、内内1番のペイシャセイント、スタンド前直線に出てまいりました。8番のアルマス後方4番手、あとは5番のシゲヌブイン、離れました6番のサンフルレッド、最後方が2番のザイマカです。縦長の展開になりました。スタンド前直線、先頭ペースを握るのは10番イッツオン、外から12番メイクミーハッピーが迫ってきました。2番手に上がっていきます。13番ブリリアントウェイ3番手、その後ろまで上がってきました7番の大勢アーサー、内内は4番のラムダが続いていきます。その後ろ9番イサチルエース、14番白川勝子と続いていきました。前は2コーナーカーブから向こう上面、先頭は10番のイッツオン、体半分差、差を詰めて12番メイクミーハッピー、その外7番の大勢アーサー、3番手2番手の外、スタート地点を通過しました。4番手13番ブリリアントウェイ、外から動いていったのは1番のペイシャセイント、外目からポジションを上げていく、その後ろ2馬身3馬身と空いて4番ラムダ、9番のイサチルエース、それから8番のアルマス、内内追走が11番 DS マグナム、さらには14番白川勝子、3コーナーのカーブ、この圏内に5番のシゲルブインが続いて、あとは後方離れました。3番ミトノラッキー、内内2番のザイマカ、しんがり6番のサンフルレッド、3コーナーから4コーナー、逃げる10番のイッツオン先頭、手が動いて2番手7番の大勢アーサー、内から13番ブリリアントウェイ、3番手外へ切り替えて直線コース、4番手は大きく離れて1番のペイシャセイント、先頭逃げる10番イッツオン、リードが2馬身ぐらい、追ってくる7番の大勢アーサー、差を詰められるかどうか、その外13番ブリリアントウェイ、3番手4番手離れて上がってきたのは DS マグナム、先頭は止まらない、10番イッツオン逃げ切ってゴール。払い戻し金です。第7レースを勝ったのは10番のイッツオン、川崎コース初勝利です。鞍上は坂井忍騎手、レースタイム2分13秒8でした。ゲートに入りました。枠入り完了。スタートしました。出ていくのは押している3番アンタの娘、5番のファルコンソード、外目からは8番のイライジャー上がっていきます。前3頭の後ろに6番の当選キャロル、4番手内にスッと入っていきまして、9番のプラチナライン、その外側、あとは1番コンガモーレ、10番山市リリー、7番キャッスルロックと続いて1コーナーのカーブです。後方は離れて2番のカビニート、4番バイザウェイ並んだ体勢、残り 1000m を過ぎました。
先頭に立ったのは3番アンタの娘、リード2馬身から2馬身半、5番のファルコンソード2番手です。3番手8番のイライヤ、そのうちに6番の当選キャロル4番手、5番手は9番プラチナライン、その後ろ1番のコンアモーレ、並んで10番山一リリー、それから7番のキャッスルロック、後方は2馬身3馬身と相手4番バイザウェイ、内側わずかにしんがり2番のカミニート、残り600を前は通過、逃げる3番アンタの娘、リードが1馬身半少し詰まってきた、5番のファルコンソード追って2番手3コーナー、8番のイライヤ3番手、その後ろ6番の当選キャロル4番手、4脚を続々と切っていきます。あとは9番のプラチナライン、その後ろに10番の山一リリー、追い上げてくる4番バイザウェイ、直線に向きました、逃げる3番アンタの娘、先頭並んでくる5番のファルコンソード、2頭の内を狙う6番の当選キャロル、外は懸命に食い下がって8番のイライヤです、先頭変わって5番のファルコンソード抜け出した、内を通って6番の当選キャロル、2番手に上がってくる3番手ゴンセ、伸びてくるのは8番のイライヤ、先頭は5番ファルコンソードゴリ。払い戻し金です。第8レースを勝ったのは5番のファルコンソード、鞍上は三河本則文騎手、レースタイム1分36秒2でした。ハイサイ川崎賞枠入り完了、スタートしました。3番の東ブレイブ、あまり飛び出しよくありませんでした。内から1番のノボシュンチュン、並んでいくのは8番ブランメイユール、2頭の間5番のグマナスティ、外側には9番のディレクタ、4頭固まっていきました。5番手2馬身3馬身後ろ10番のプリティビー、内から盛り返して3番東ブレイブ、外は12番ノーブルゲート、その後ろに6番シェリーアモール、3コーナー中段後ろ7番スーパーローズ、内4番ミスターウラノフ、離れて2番レイブプルーブ、11番ソーマトーが最後方です。4コーナーのカーブ、先頭は1番のノボシュンシュン抜け出しました。4コーナーカーブから直線、2番手には5番のグマナスティ、3番手から前2頭追ってくる3番の東ブレイブ、前3頭広がって4番手離れました。先頭は1番のノボシュンシュン、2番手グマナスティ、外から3番の東ブレイブ、あとは追い込んできた7番のスーパーローズ、外から追い込んでくる、先頭1番のノボシュンシュンゴリ。払い戻し金です。第9レースを勝ったのは1番のノボシュンシュン、前走に続き連勝です。鞍上の山崎誠二騎手はこれで4勝目としました。レースタイム1分54秒8でした。係が離れました。スタートしました。8番ダルバザ、あまりいい飛び出しではありません。一方コーダッシュは2番のウィンプラウド、内から抜けていきますが迫ってきた7番のペイシャムートン、しかしウィンプラウド先頭に立ってペースを握っていきます。ペイシャムートン2番手、1番コルベルルが3番手で1周目3コーナーのカーブ、4番手に6番トラストバディ、その後ろ3番10番マックス、10番のモズノーブルギフト、4番のコスモビックラコグ、後方の一角に8番のダルバザ、1周目4コーナーカーブを過ぎてスタンド前直線、内は5番のエレガンテバイゼ、それから11番ビッグバジェット、しんがり追走9番のコスモルシオです。スタンド前直線、前2頭が並んできました。2番ウィンプラウド、7番のペイシャムートン、2頭の後ろ2馬身ぐらい相手、1番ホルベルール3番手、少し押しながら6番のトラストバリー、外からスーッと上がっていく10番のモズノーブルギフト、前の集団が固まってきまして3番10番マックス、4番コスモビックラコグ、その後ろ依然8番ダルバザー後方集団です。馬群の間隔が詰まってきました。11頭1段で2コーナーのカーブ、先頭は2番のウィンプラウド、1馬身4分の3馬身のリード、7番ペイシャムートン差を詰めてきました。2番手です、外からペイシャムートン前に並んでくる、3番手は1馬身半差、外目10番モズノーブルギフト、内は1番コルベルール、間に6番のトラストバリー、その後ろ手が動いて8番のダルバザ、ここで動いていきますが前に迫れるかどうか、あとは4番コスモビックラコグ、3番10番マックス、後方ばらけて5番のエレガンテバイゼ、9番コスモルシオ、しんがりは11番ビッグバジェット、3コーナーのカーブ、前2頭2番ウィンプラウド、7番テイシャムートン、並んだまま4脚を切りました。3番手1番のフォルベルール、その後ろに8番のダルバザ上がってきましたがまだ4番手、それから10番モズノーブルギフト直線コース、逃げる2番のウィンプラウド、リードを広げました。ウィンプラウド先頭に変わった、ウィンプラウド突き放して先頭2番手、1番のフォルベルールが上がってくる、あとは外8番ダルバザ、内をつくのが10番モズノーブルギフト、ペイシャムートンその後ろに遅れました、突き放した2番のウィンプラウド、またまた山崎誠二ゴリ。払い戻し金です。第10レースを勝ったのは2番のウィンプラウド、鞍上の山崎誠二騎手は5勝目です。レースタイム2分12秒0でした。
ナンクルナイサ川崎競馬場準備完了。スタートしました。タイミング合わなかった8番永田ブラック後方から、好スタートは10番プリモジョーカー、内から3番のマットシリー上がっていきます。マットシリー先頭に立って、追っていく2番ファントンバレット、4番エンテレケイヤ、その外側に5番ダンディーボーグ、10番のプリモジョーカー、先団5頭が抜け出しました。2馬身3馬身と相手、6番ランビージュニア、内に1番のシャドーハンター、外には9番博愛ブラック、後方に7番のロードグレイス、後ろから2頭目、離れて8番永田ブラック最後方、前は4脚を過ぎました。前は広がっています。3番マットシリー、4番エンテレケイヤ、外は10番のプリモジョーカー、3頭広がって直線コース、4番手前を伺う2番のファントンバレット、内をつこうというのは1番のシャドーハンター、前の争いは3番マットシリー、4番エンテレケイヤ、外から2番のファントンバレット追ってくれ、今度はエンテレケイヤ、ファントンバレット、この2頭の争い、追い込んできた1番のシャドーハンター、3番手に上がった、前2頭並んだ、体勢コリ。払い戻し金です。メインレースを勝ったのは2番のファントムバレット、前走に続き連勝です。鞍上は和田ジョージ騎手、レースタイム53秒3でした。ファイナルアンサー賞枠入り完了。スタートしました。3番ピエナゴールド後ろから、8番正気も後ろからになりました。ダッシュがいいのは6番ミトノマジック、7番のカシェル、押して押して外から10番のホイップミルク上がってきました。前3頭広がった体勢、外からホイップミルク前に出ていこうとします。4番手5番のカリューコン、その後ろ9番のシェーンシュタット、内1番のイッツショータイム、縦長の展開で1コーナーカーブに入っていきます。イッツショータイムの後ろ12番のプレシアンス、2番のジューンソリドール、4番 SG リカちゃん、縦長になりました。向こう上面に出ていきます。先頭は10番のホイップミルク、1馬身のリード、2番手6番のミトノマジック、その後ろに5番のカリューコンが迫って3番手、7番のカシェルは少し後退して4番手、並んできたのが9番シェーンシュタット、間から1番のイッツショータイム、ポジションを上げていきます。この辺りで先頭6番ミドノマジックに変わった。中段グループ2番ジューンソリドール、上がっていくのが10番プレシアンス、3番ティエナゴールド、それから4番の SG リカちゃん、離れました8番の正気が最後方です。3コーナーのカーブ、先頭は6番ミドノマジック、外から5番のカリューコンが並んでいく、4脚を切りました。3番手食い下がっている10番のホイップミルク、上がってくるのがイッツショータイム、その後ろに2番のジューンソリドール、直線に向きました。逃げる6番のミトノマジック先頭、後続は差を詰めてくる、5番のカリューコン、1番のイッツショータイム、さらには外から2番のジューンソリドール、追い込んできた、間を狙う10番のホイップミルク、今度は外から1番イッツショータイム、2番ジューンソリドール、2頭が抜けました。3番手カリューコン、内から差を詰めるホイップミルク、わずかにジューンソリドール先頭ゴール。払い戻し金です。最終レースを勝ったのは2番のジューンソリドール、川崎コース初勝利です。鞍上は古岡優輝騎手、レースタイム1分37秒6でした。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。